はい、YouTube ご覧の皆さん、西田裕二です。もう自己紹介せえへん。はい、柳沢浩平です。びっくりした。西田裕二チャンネルですって言うかと。いやいや、もう肩崩れしちゃいます。まあいいや、始めましょう。始めましょう。はい、で、こんな感じでね、ラフに始めますけど、はい、何する？お二人とも、体が大きいじゃないですか。はい。で、体の大きい方がですね、そういう細かい作業をするってすごい大変なんじゃないかなと思うんですけど。細かい手でかいですからね、うん、嫌うよね。まあそうだね、あんまりそういうことしない、あんまりそういうのしない。まあ多分器用な人はいるんでしょうけど、僕はもうまっぴらごめんやね。もうやろうとは思うけど、代償がでかすぎる自分の体に対するというわけで、今日それを踏まえて何をするんですかっていう、おということでね、本日の企画ぬるっと入るけどね。そうです。本日の企画はですね、まあ3本勝負っていうことでね、浩平さんと勝負していきたいと思います。はい、はい、ということでね、まあ、体のでかい男たちが体の細かい作業をやってみるっていう話。3本勝負ですね。はい、そういうことです。運営側からのちょっとやってくれって言われなんでね、ちょっと面白みあるんですけどね。ってことで、何すか。どうぞ。今日3本勝負で勝った方には金10万円なりって書いてある賞金出ますって待って待って、考えて、3本勝負で勝って金10万もらえるやん。大変やん。どんだけ楽やん。勝つで俺。いや、これはマジガチでやるしかないです。うん、もうガチでやった時の俺らのストレスがどれだけかかるかっていうのも、あの、楽しんで見ていただけたらなと思います。まあ、あの、大きい人が全員っていうわけじゃないですからね。全員が全員ってわけじゃないですけど、まあ、僕たちは特に多分あの苦手分野が多すぎるんでね、まあ、このでかい手でやっていきたいなっていうふうに思います。ということでね、第一発目の勝負、針通し、糸通し。針通しじゃねえわ、糸通し。どこに通すんだよ、針を。すごいことになる。まあ僕身長186です。で、まあ浩平さんが87です。はい、ってことでね、兄弟と一緒のあのサイズになってますけどね。ほぼ同じですね。だからこんだけ長いんです。でこれ単純に、針をお一人ずつお渡ししますんで、はい、先に糸が通った方が勝ちってことで、ということでね、はい、これあれですよね、もちろんこのいつも昔から使う最終手段のあ、ねね、ナブナナナブルペロリンチョ、ペロリンチョなし、ペロリンチョなし、はい、第一発目のゲーム始めます。はい、ちょっとなんか嫌やな、吐き気してきた、うん、手汗すごい。用意スタート。この針持つところから怖いもん。ちょっと針が持てない。うわ、えぐい。入らんくない？これ大丈夫？全然入らん。なんかこれ。板の方が太くない？そんなことない。めっちゃ集中してるね。やば。もうかかってる。え、入んないんだけど。そうなんだよ。TTTT 糸の方が太い。糸の方が太いです、これ。これ糸の方が太い。まさかの糸の方が太かった。はい、これ小道具的な問題です。小道具的な問題発生します。ちょっと待った。ちょっと待って。これクリアじゃないですか。これいったんじゃないですか。これクリアじゃないですか。ちょっと見せてください。これ。おお、だる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 。これクリアじゃないですか。柳沢選手、これクリアます。これはすごい。これ行きましたね。行きました。これ一勝、ね、一勝っす。はい、かろうじて行ったんですけど、よう取ったね。ムカついてきた。過去にね、負けで終わってるから俺、うん、それね。じゃあこの勝負は絶対勝ち。この勝負は柳沢選手の、勝ちということで。ダメだダメだ、もうなんかイラついてきた。イライラしてきたし、イライラしてきたおめでとう。全然俺すっきり俺すっきり、なんか汗かいてきたんやけど。ゲームの第2戦は、何でしょう、西田選手。知恵の輪ですね。僕でも知恵の輪結構ね、小学校の頃やってたから、まあ今頭もうちょい頭良くなってるはずやから、多分もう結構勝てる自信はあるんやけどね。力技なしだよ。うわー、でもあの小学校でもこの知恵の輪折れたから。やばい、力自慢。やばい。5分でいきますか。
じゃあもう5分にしましょう。5分。じゃあ今から5分間時間計るので、この5つの知恵の輪で何個解けるかっていうやつをします。うん、あでもちなみにこれあのレベル的にはスタンダードでやらせていただいてるんで、あのハードでやったら多分1時間ぐらい終わんないと思うんで、スタンダードでやらせてもらってます。はい、そこら辺はご了承。では5分で勝負していきたいと思います。はい、じゃあお願いします声。用意スタート。ああもうこんなん無理やな。あれ？ちょっと待って。これ取れて飛んだ。は？これ飛んの科学的数学的科学的にとクリアできるんですよ。これちょっと無理。はい西田選手1個クリア。ちょっと待って。やばい。これどうなってんねん物理的に。そうそう俺それ言った。おー2個クリアー力技じゃないんですか。力じゃない。ちょっとこれも無理。うん、諦めるの早くないですか柳澤選手。ちょっと待って。やばいやばい。おー3個クリア快進撃。ちょっと待って。本当に力技じゃない。いや全然違う。これこんな気がする。これ無理無理。あのよくさバレーボールのネットでもさなんかあるやん、ぐちゃぐちゃってしたらあの溶ける。ちょっとあんまり喋りくれない。わかんない。集中してるから。ちなみにまだですね1分30秒しか経ってないんですよ。マジ、うん、え俺すごくない。そうなったらお、行きました。やばい。ちょー1個できた。あー1個できましたね。今何分ですか。今3分ですね。3分。まずい。なんか手がね震えてんだ。わかる。手が震える。これはこれこうやって取る気がする。力技じゃないよね、これ。ちょっと待って。これは、はあ、もう誰やろ、この知恵の輪とか考えたやつ。あの、柳澤選手、ちょっと追いつこうとしてますね。追いつこうとしてます、今。必死で。で、来た！うわ今追いついてます。これむずいわ。物理的に。いや物理的に無理なんよ。あそれ、はい、クリアしました。これ物理的に。今4分です。あと1分。それだったらもう終わってくれ。あー無理や。無理や。点取れたんだけど。マジ？マジで？追い上げやばい。もう圧勝ですね僕の。あと1個ですもん。ちょっと待ってこれどうやって取ったん逆に。力ずくでいい。えすごいのできた。どういう現象。形を変えた。どういう現象。あと10秒です。やばい。ちょっと待って。あっつエアコンついてんのに熱中症なるわ。あーもうちょっと全クリしたい。はい終了。くっそマジでえぐい。これはちょっと待ってください。実はですね今柳澤選手がまたポイント取りましたけど、はい、なんと第3戦目第1戦目と2戦目は2ポイントずつなんですよ、はい、だけど2ポイント2ポイントで4ポイント取ってるんですよ、はい、で第3戦目最後のやつが5ポイントあるんですよ。まあうまく作ってるわもう、うん、第3戦目はですねちょっとかなり高度なゲームが脳みそのクールダウンが必要です。これ今、はい、見せてください。縦で懐かしくないみんなこれゼータガンダムです。ゼータガンダムです。ガンダムのプラモデル。うわー懐かしい。マジでうわーなんかめなんか小学校に戻った感じ。おいシール折り曲がっちゃった。このシール折り曲がった。折れる。あぶねえ。